あとハイドバージョンのなんだラビアンローズ、あれすごい良かった、ね、本当、うん、何あれ。いやもうだって憧れだもん。あれさ俺あの滝川さんに言ったけど、うんうん、あれデランジェが演奏してんじゃん、うん、あれずるいね。ずるいよね。あれずるい。いや俺ずるいでしょ。だからいやずるいずるい。なんで俺は演奏してくれなかったんですか。いや分かる。言ったもん俺。うん、で一郎さんが、うん、あごめんって言ってる。いやごめんじゃないですよ。いやもうあれは本当にすごいひいきじゃないですかあれっつって。まあまあ俺距離感その近くなかったからよかいいんだけど。あのね、俺デランジェでライブやったことあるね。そのバック要は京さんの代わりに僕が歌ったことがあって。バックちょライブでね一緒に出たやつじゃなくてあの、まあ、別々に。あそうだっけ。なんかあの六本木の違う、あ違う違う、あの武道館、うん、あのジャックみたいなやつ。そうそうジャックで、うん、たらデランジェって本当独特なんだよね。そうだね。あのちょっと、うん、めちゃくちゃ押されるよね。うんうん、そうそう、うん、なんていうのバトルしてる感じだよね。あの多分みんなそうなんだろうけど、うん、僕特にあのテツさんのあのドラムってすごく感情的じゃない。うん、音でかいしね。しかもいやちょっとあれはあれあん中で一回演奏した時に、はあ、あ確かバンドってこの面白さがあるんだなって。いや京さんもあれすごいよく、いやだからその中で毎回戦ってるわけじゃない京さん。すごいね。いやあれはすごいバンドとして面白いんだろうなって思って。すごい。やっぱ僕もなんかもう一回しかないけどあのなんかトリビュートの時に一緒に歌わせてもらったのが、うん、あれなんかちょっとなんかなんていうのかな本当にぶつかり合ってる感じだよね。なんかそうあの時にあの前日も見に行ってたのよハイド君のやつを、うん、あれ良かったしね。でもラビアローズいいな。ハイド君だけデランジェさんが演奏ってのはずるいね。いやみんな俺もそうしてください。俺もそう思ったもん。俺もそうしてくださいよ。俺もそれずるいなと思ったけど。でハイド君の次が俺でしょ。この全然違うんだよ演奏のなんかあれがポテンシャルが。やっぱみんな本物だからさ。あのデランジェおかしいな今日神立ってるつもりだったんだけど。話そらさないでとかそうあれは俺滝川さんサイファーさんにあのちょっとあれなんかないんじゃないですかねって言ったんだけど、いやまあしょうがないのあれはハイドだから特別やばい特別よ。いやあれちょっと確かにね。いや分かるよ。ちょっと一瞬タバコ吸うから離れろ。あいいよタバコ吸ってていいよ。あれはなんかないなじゃあ俺がメインであれ一人ね。いや分かるよあれはなんか俺なんかずるいねずるいね、うん、まあでもしょうがないねしょうがない京さん仲いいし、うん、じゃあデランジェ何やりたかったの。じゃあラビアノーズは別に俺もう予想したらラビアノーズは早くやるだろうなって、うん、で、うん、でそれでセクエモーション俺はあそうだ、うん、それはあれでもずるいじゃん。だけどそれ全然ずるくないじゃん全然ずるくないじゃんそれは俺褒められたわけ。 あれでもめちゃめちゃ当時サイファーさんとテツさんにかっこいいじゃん褒められて。だけど褒められたけどあれシリ来たらなんか音源を送ったら褒められたわけよ、うん、だけど、うん、CD になったら見たら聞いたらさあれねこれデランジェハイド君演奏ハイド君の演奏デランジェ何これなんかってあれはないんじゃないね。あれもちょっとどうかなと思って。どうかなっていうかまあどうでも俺もあのサディスティックモーションフィールヨーオーライもう最高じゃない。めちゃめちゃかっこいいよあの曲手前ジェンツジェンツジェン。いやあれね俺サイバーさんにあれこうギターちゃうで言われたんですよ。そうなんだ、うん、なんもっとちょっともっとなんかあったんでしょ。いやもうめっちゃ多分その辺は細かいと思うよ本来本来はね。だから俺いやそれはだってハイド君はサイバーさん演奏してるんです自分でって言って、うん、やっぱあの人たちって世代的になんかやっぱトリビュートは1曲目2曲目が勝負やみたいなこと言われたわけよ。でだからハイド次はキューハルで、これでその清原なんか演奏がちょっとなやっぱってそれひどくないですかってそれなんかいやだったら2曲演奏してもらった方が
めちゃくちゃだな、この人、なんか、この人たち、この人たち。その方程式。ハイド君も含めた、この人たち、めちゃくちゃだなと思って。俺も入ってる。めちゃくちゃだな。俺だってさ、それで言われただけだから。あれ、最初は、何ハイド君のやつは、グランジュが演奏。チェンス、はい。ね、じゃあ、はいじゃないよ。あれは最初、どういう話だったわけ俺、だからオファーのされ方違うじゃん。チェンス。はいじゃないよ。そのさ、最初からさ、そうだったわけ最初からそういう話はぁじゃないよ。最初から、はぁじゃないよ。最初からそういう話俺らは、普通にオファーした。最初じゃなかった、多分。何途中からなんか。演奏どうするんですかって、どうせわがまま言ったんでしょ。わがまま言ったんでしょ。俺はわがまま言う。なんか気がついたらそうなってた。気がついたらダメね。多分でもちょっと遅かったと思う。なんか流れが。俺の。で、結局デランジェが演奏することになったんだろうっけな。え、そんなことないよ、普通。だから、俺。チェンス。いや、それ、セクエモーションフィリアーと。来ただけど、俺、あれ、ほんと、並べないでよ。オーライいやいや、並べないでよ。それからだ俺、あった、酔ってるなぁ。スタッフ、ほんとに。テンス。いや、セクエモーションフィリアー !She's my love. オーライあれは何が ?She's my loving you. No, oh, 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 Jay! やば。大丈夫ですか ?Tense. されすぎて面白い。あれ難しい。めっちゃ早いもんね。ブレスないし。ノーブレス。されすぎて面白い fail you! でもそこ今言う話じゃなくて、演奏が、なんでハイド君だけ、あの10組かいたじゃん10組いやだってもうさあ俺だけまあいいよごめんね事務所違うからじゃないそうだね、うん、だからそこなんだなデンジャーガマーベリック、うん、そこかなやっぱりなでもデランジェは今事務所違うんでしょ違うねだから違うね京さんが師匠ってことやっぱ松田のやっぱさあそう先輩後輩だうん直属の後輩みたいなねいやあれはそういうのないよね直属ないだ事務所もともと事務所入ってないもん俺、うん、だから先輩後輩がないのないもともともうずっと俺が先輩、うんうん、ずっと俺が先輩かっこいいねまあ逆にずっと俺後輩でもあるけどねずっとだって入った時にさ、うん、デランジェいたんだよいやあの時俺すごい少ない記憶覚えてるけどあの昔さラママでやったじゃない最後に、うん、ラルクがさマーヴェリックに入る前にさ、うんうん、でなんか悪い予感がしたんだよちょっと俺悪い予感その後、うん、何よそれまであんなに仲良かったじゃんその前さなんで俺があん時さ、うん、あん時は本当あで大井さんとかいてさ、うん、現場に、うん、あのラママに、うん、うわっで雑誌とか当時音楽専門誌に、うん、ラルク・アンシュルが、うん、違うわまあ当時のデンジャー・クルーか、うん、デンジャー・クルーが、うん、ラルク・アンシュルをなんか、うん、シエルねチョイスしました、うん、ラルク・アンシエル、うん、シエルをね、うん、シエルをチョイスしました、うん、であの社長来てる、うん、俺らずっとまあインディーズというか自分たちでやってたから、うん、でもあこれあのその前までは結構なんか仲良くさしてたのにあの瞬間からちょっとやっぱ何あれはなんかマジックが起きたよねなんか2人の距離ができたよねそうかな俺とハイドとキュアハルハイドキュアハルの距離ができたよねないよその距離あれ覚えてるあの俺すっごい鮮明それ覚えてんだけど何あったっけ距離しばらくして、うん、NHK で何 NHK、うん、NHK ホールだようんNHK ホールで何かあったなんか歌番組で、うんうん、ポップジャムかなんか忘れたけど、うん、一緒だったわけ何か、うん、で俺がわざわざハイド君とデビューした頃全然もっとデビューしてお互い割ともう形になった、うん、あの時にハイド君がラルカもいるっていうことで普段あんまりさ楽屋訪れないじゃない、うんうん、で俺わざわざハイド君いるかなと思って全然喋ってない期間があったじゃん、うん、あの時ハイド君を見つけてハイド君って、うん、
元気ってよく覚えてるね、そういうの覚えてないでしょそういうとこなんだよ、うん、なんかすごい、すごい覚えてる、なんかすごい、あーちょっと俺俺なんか冷たかった？全然、その時ハルト君めちゃめちゃ優しくて安心したの。いや、いつも優しいじゃん。いや、あ、違うんだ冷たい時あるんだ俺。いや、わかんない、会ってないからわかんないじゃん。会ってないよ。会ってなかったからわかんないから、うん、あ、なんか俺嫌われちゃったかなと思って。嫌われちゃったかな。なんかお互いほら会ってないから、うん、いや嫌ってことはないでしょ、うん、俺人なんかお互いなんか気使うじゃん、忙しいのかな、うん、まあまあ、もちろんね。あれは NHK ホールの廊下で喋ったの覚えてないでしょ。覚えてない。そういうとこなんだよマジで。そういうとこ、そういうとこは本当はダメだね。そういうところが、いやそれはわかるよ。そういうところがやっぱ人、いやだって普段から覚えてないんだもん。記憶喪失。いやほぼほぼ、うん、すごいね。逆によく覚えてるね、そういうの。いや覚えてるでしょ普通だってそんなにずっと毎日何十年も会ってるわけじゃないんだから。はい、すいません。多分ね。いや確かに、いや俺が悪かったな。いや悪いと思うんだよな。いや確かに、うん、NHK で会ったね。あった。でも多分俺めっちゃ喋ったその時。なんかあんまりこういうこと、うん、俺多分言えないじゃん、みんなハイド君に。そうだね、おそらく言えない。でも俺は言っちゃうから、まずあのなんですか、ハイドファンとかシエルファンにまた品縮を買うんでしょうけど。いいんじゃないそれで。ダメだよ、ダメだよ。うん、それでいいんじゃない。いいんじゃないじゃないよ。いや、そのそういうキャラでいこうよ。いや、もう全然キャラでいいんだけど、うん、でも実はもう本当にあのもう誤解もあるのよ、本当に。誤解あるかな。まあいいけどね、全然誤解ないと思うよ。誤解あると思う。ないないない、そういうキャラじゃん。そうだね。まあでもなんかやっぱり紆余曲折あってね、やってよかったよ。なんかこうなんか、うん、何が、いやいやいや何があって、久しぶりにね呼んでもらって。いや本当にそれはよかったわ、うん、うん、なんかねよかった。いや本当こんなボーカリストいないからね。いやいや、もう何言ってるんですか。僕なんてもう、いや俺はまああれだけど、まあまあね、うまいけどね。まあまあうまいけど、まあまあすごいうまいけどね、うん、いや本当にでも僕らさ、たまたまインディーズでの頃、うん、90何年に一緒になっただけだけど、うん、まあその後年に一回会うか会わないかみたいな感じじゃない最近はね。その頃もそんな大して会ってないじゃん。だからその全く会ってない期間は、まあ、結構何年もあるじゃない。デビューしてからそんなに会ってないね。全然会ってないですね、うん、でもなんかそれなりいつも俺は雑誌で見て、あもういいよそれ言わない。ハイド君いいよ、こんな格好してるとか。いやそれはお互い様だから。まあね、うん、なんか垢抜けたなぁ木原君。なんかいつもなんか人を見たな人を見たな髪型してたのにと思って。いやいや、ハイド君なんかなんか髪の毛、めっちゃ爽やかじゃん。昔こんななんか、そっちが先だから。怪しい感じだったのに。そっちが先だから。びっくりした。先とかないから。そう、びっくりした。先とかないから。あのデビューの時のさ、なんか、うん、アイスマイライフだっけ。髪短くした時ね。あの時さ、ちょっと衝撃的だったでしょ。ファンの子結構、えって言わなかった、うん。やっぱあの時、やっぱ、そのスタイリストとかさ、メイクさんとかさ、チャレンジしようとするわけだ、攻撃的に。でもかっこよかった。いやその時は最初は受け入れられないんだけど、いやもうね、後から考えると、後っていうかそのちょっと後で見るとやられた感あるじゃん。いやすごいかっこよかった。何言ってんですか本当に。でもそういうさ、そういうタイミングで僕ら生まれて、うん、そのねデビューというで生まれて、今 1.4 万こう超えたよ。1.4 万声。えた？1.4万個。1.4万個。えた？うん。えた。わあ。うん、すごい。1.4万ってどれぐらいなの今度は？会場で言うと。いや結構超えたね。かなり超えてるね。なんだっけ、遊戯とか。遊戯。超えたね。これはもう武道館で収まらないですね。
いやでもまあこれ俺がもし大悟くんだったらもっと行くんだろうな、うん、メンタリスト違う違う千鳥僕メンタリスト大悟大好きですごいなんですよね YouTube めっちゃ見てるすごいねめっちゃ見て、うん、その通り結構生きてるよ、うん俺最近見てる1回でも僕1回飲んだことあるあそう、うん、頭いい感じでめちゃめちゃその時クイズあクイズマジックしてもらったうんクイズああクイズとマジック当てるやつだ当てるやつだ違う違うあのねあ曲げてくれたあスプーンフォークねえフォーク曲げたらそれがラブになってたいやらしいフォークのさ先が4本あるじゃんこれで LOV になってうんうんうんほら惚れるわなこれすごいな今でも飾ってるそれなんか俺最近あれ見てるな YouTube のあの、うん、全然違うけど極楽とんぼのあの山本さんの方の YouTube めっちゃ面白いね見てる、うん、めちゃくちゃ面白い面白いんだ、うん、ケイチョンチャンネルって見てる YouTube とか見るんだねんだそうすごい限られてるけどかまいたちとかまいたちお笑いの本当に限られてるねそうやかまいたちとそのケイチョンチャンネルしか見てない一時はその大悟とか見てたけどいやもう俺がもし今これあのなんだスターダストの方の大悟だバンバンブレイカーズだったらもうこれ8万ぐらいいってるんだろうなこれ今見てる人そうかな、うん、多分我々世代のさ人しか見てないんだきっとこうハイド君の好きな人とあのなんつうのでもそれはそれでよくない、まあ、俺はすごいいいけどねいやなんかその当時の人だけいやでもね今その新しいハイドファンは見てるからああ、うん、新しいファンか新しいファンというかその最なんかなんていうの往年のファンじゃなくて、うん、そのバンプスとか、うんうん、ソロから好きになった人が見てるんじゃない、うん、えなんか歌って今歌すごくいいと思うようんそうでしょうねそうでしょうねそうでしょうねなんか歌ってくれてもいいよ何歌うのあれだからグローブすごい良かったねグローブねグローブすごい良かったなあのカバーうん、なんかあれなんか音程がよく分かんないないやよく分かってたよ音程なんかさそのすごいねバンプローズさ恵子ちゃんの音程となんか違うじゃん恵子ちゃんだっけ恵子ちゃん、うんの音程とが頭になんか残ってるからだからどこで歌えばいいのわかんないねまあその全然ディスるわけじゃなくてハイド君の音程の方が合ってると思うよわかんない、うん、タララーだねいやあのカバーの方が良かったずっとずっと、うん、違うわで歌っちゃうじゃん歌っちゃうじゃん伏せたママのいやこれすごいすごいなこの時間もうこの時間に歌っちゃうし笑顔ファンの人もよく今もの輝いているうまい歌っていや俺全然わかんないグローブとかグローブじゃうグローブ歌ういやいいいいじゃラルクアンシラルクアンシエル歌うよシエルラルクアンシエルねシエルあシエルえ、クルメなんか歌うよでもラークアンシェアってよくなんか CM とかでさラークアンシェアってやばくなってんじゃんなんかシェアねテレビスポットでさシェアじゃないラークアンシェアもうそれやるともうリーダー怒るから哲也くん大丈夫怖くないから大丈夫ああじゃあもうタバコをさジュッてやっていやいや間違えたらできるけどでも絶対間違えちゃダメだよでも哲也くんはやっぱり俺さすがだと思ったよ俺いやもう彼ほんとすごいよ、うん本当彼がいなかったらラグなかったね、まあ、リーダーだねリーダーいや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 なんかなんかねちょっと似てるとこあると思うもうリーダーだからさ俺ああリーダーだからあのさやっぱそのバンドを引っ張ってきたじゃん、うん、だから一回ねあの僕の番組にも哲也君あ違うなんかやったんで一緒にな哲也君とうん、うんまあでもハイド君とは違う同じまあハイド君ってやっぱパートが一緒でボーカルだから、うんうん、あのやっぱその気持ちわかるでやっぱハイド哲也君とはそのリーダー同士の話にやっぱなっちゃったね、うん、ああ、うん、そうそうそう、うん、リーダーとしては多分向こうの方は話し合うと思う、うんうん、いやまあでもハイド君もね一人になって
リーダーっていうか。そう、一人になるとね、うん、必然的にリーダーになるんだよね。なんかでもすごい頑張ってるなと思ってましたけど、それは僕は見てて、あのハイドさんがなんかなんか組織を引っ張ってるみたいな。いやー、ああいうの本当、あのさ、アイディアが出るわけじゃん、リーダーとしてさ、リーダーとしてなんかこうやろうとするじゃん、うん、その時に、うん、マイナス意見のメンバーがいると、うん、アンチになるじゃん、それって。これ違うんじゃないのとかっていう人ね、うん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 、だからそういう中でやっていく人たちって本当大変だなと思って。だから吉木さんとかまさにそうじゃん、うん、僕の場合は、うん、例えばその分かんないよ、哲也くんの場合、てっちゃんの場合は、うん、多分なんとかこのなんていうのかな、ラルカンシルを、うん、ね、シエルね、ラルカンシエルまあじゃあもうラルクそう、ラルクでいいよ、ラルクは、うん、ラルクをなんとかね、うん、なんだろう、うんうん、こう長きにわたり頑張りたい、そうね、うん、っていうタイプじゃん、うんうん、で僕は多分YOSHIKIさんとも違う、YOSHIKIさんとなんかやっぱメンバー10人もやっぱ多いし、うん、僕もそうだったけど、うん、だからやっぱそのなんか僕はもう我慢できなくなっちゃうから、うん、もうすぐメンバーチェンジとか解散とかになっちゃうんだけど、うん、そういった意味でてっちゃんすごいね、うんうん、なんかね、そうだね、うん、このメンバーでそうだね、やれることはまだあるとか、そうそう、だからドラムはまあ仕方なかったりするしたじゃん、うん、当時だけど、うん、その前3人はさ、ずっとね変わってないというところでさ、うんうん、いいこと言ったよ、俺。いや、いいこと言ってた。哲也君に LINE しよう、いいこと言ったよって。いや、もう、ほんとね、彼は頑張ってると思う。うん、いや、俺もなんか、存続のためにね。久しぶりに、この間、去年、おととし会った時に、うん、ちょっと話したら、うん。うん、打ち上げも出演したんだけどさ、うん、すごいな、やっぱり。ああ。うん。ハイド君って、やっぱり愛される人なんだなっていうか。この、わかんないよ、俺はそのメンバーじゃないから、うん、そのリアルなこと知らないけど、うん、なんか当時ねから年も同じで一緒にこうなんかね成長してきたものとしてはすごいなっていう、まあそうだね、感じがしました、うん、まあでもね、そういう同じ年代で俺たちとこうやって出会ってなかなかすごいと思うよ、すげえ、お互い、まあ俺もすごいけど、まあね、清原くんもすごい。いや、俺はもう大したことないよ。そう、なんか正直言うと俺全然清原くんの足元にも及んでないと思ってんだ、本当はね。ちょっと待ってくださいよ。いや、実はまた俺これ作戦中そういうあれ振りですよね。うん、実はそう実はそうじゃないよ。いや、実はいや、違う違う、うん、その、わかんない CD の枚数がさ、うん、果たして、うん、じゃとかあるじゃん。僕は清原くんの方はかっこいいと思ってるけど、いや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 、やめてくださいよ。CD が売れればその人がすごいかっていうと、ちょっとバンプローズやめてください。バンプローズちょっとなんとかバンプローズ止めてください。全然気を悪くのがかっこいい。いやいやいや。だってさ、僕たちが憧れたデッドエンドが果たして売れたかっていうとまた違う話。まあね。ガスタンクが売れたか。うん、だから僕がそういうレベルですよ。多分そのなんだろう、僕リーダーだったんで、うん、なんかその軌道、その全体的なこう、うん、方向も自分で決めちゃうじゃないですか。そうだね、そこそこ、うん、うん、でもそのラルカンシ、ラルカンシエルはラルクでいいよ、はい、なんかそのなんていうのハイドというね、ラルクでいいよ、ハイドという日本の宝、これをいかに最大限に生かすかっていうところはさ、うん、その辺より多くの人にハイド君というね、ボーカリストの歌を生かすかっていうところに行ったんだろうね。いや、まあその話はありがたいけど、なんか納得しないで。まあまあ、僕はもう本当その話だけで、いや、俺はだからそのあと20年いけるね。え、何歳ですか、その話だけで。いや、もうそれで十分。でもなんか僕はもう本当ハイド君はよくいろんなところに聞かれた時で言ってるけど、うん、なんかコメントとかをさ、求めてくれるじゃないですか、やっぱ同じ同性として、うん、やっぱりこうインスタライブで真面目な話、さっき番組で言えばよかったって話なんですけど
やっぱ唯一あの何でしょうか、あの意識できる人ですよ。他の人の歌とかあんま意識してないです俺。あのなんていうの、他のミュージシャン世代か関係なく、同世代でも後輩でも先輩でもほとんどそのバンドの音がかっこいいなとかそういうのあるかもしれないけど、歌を意識するっていうのはほぼないですね他の人は。ではいいこと言ってる。それでもいやいいこと、もちろんだけど、うん、なんかあこんなことやってるも含めて、その歌のアプローチとか、なんか曲もどういう曲作ってるとか、なんかあんまり、いやもちろんいいこと言ってるけど、うん、清春くんのそのいいこと言ってるでしょ、アンテナの張り方だよねきっと。毛利さんに対してもそんな印象、なんか独特なでもさボーカリストに対してのアプローチ、俺結構ねバンド対、そうだよね、バンド対に見るよね、見るから、うん、そういう目であんま見れないよ、ね、うん。でもまあ例えばモーリーさんとか、何あのあれじゃん、これタトゥーいいよね。いやいや入ってるじゃないですか。いや俺入ってる、俺もうなんかなくなってきちゃってなくなるわけないっすし、いや薄くなってやって、ね、いやこのまた入れようかなと、しっかりこっちを。タトゥー綺麗だよね。いいでしょ。清春くん。怖いこの人。じゃあ見せて。追いはぎみたいだよ。追いはぎ。追いはぎみたいな。これどこで入れたの？もう大阪。大阪なんだ。大阪なんよ、うん。わざわざラルクアンシエルの本拠地まで行って、ラルクアンシエルの本拠地まで行って。これ綺麗だよね。でしょ。なんでとすぐ蓋するの？いやじゃあハイドさん。まあ、入ってるじゃないですか。いや入ってるよ。怖いのが。いや僕は入ってるけど。めっちゃ怖いでしょ。なんで怖い、やめてよ。やめてよ。この人本当。いや怖い、ちょっとバンプローズ。おいバンプローズ。なんですぐ。バンプローズなんとかしろ。お宅のアーティ、お宅のエース。なんで蓋すんのすぐ。いや蓋って全体に蓋してんじゃん。いや俺はだって別に出してもいいけどここだから。いやいやバンプローズの人は。いやいや。オタクのエース。いや綺麗だなと思って前から思ってた。いやいやいや前から思ってた。で大阪のこのバランスってさ、こっちはさガーって入れたでしょ。うんうんうん。こっちのバランスってどうやって。こっちも最初のこっちに龍が入ってて。入ってたね。でなんか見てたら、うん、バランス悪いなって。悪い。うん。でこっちも入れようって。ああ。でこ手首欲しいなと思ったら今度こっちも欲しいなと思って、うん、で一本入れちゃって、なんか両方腕だけ嫌だから胸も入れちゃう、首も入れちゃうって感じ。ああ。こっちか。だから入れつつバランス取ってる。バランス取ってる。ああ、そうなんだ。いやいやいや。いやなんか俺も最近欲しくなってきて。また？いい年して。なんか動画入れたいな。やらしいやつ入れるでしょどうせ。やらしいマークとか。入れちゃうかな。やっぱり。やっちゃ酔っ払った時やっちゃいそうだもんね。やっぱりですよ。でもさいいタトゥーアーティストとかもうずっとチェックしてる。うーん。あーこの人綺麗だなとかさ。うち僕の堀氏はあの。うん稲葉さんとかもやってる人だったんですよ、ビーズの多分、うんうん、あの飾ってあったから写真。いや綺麗だよ本当に、綺麗なタトゥーだと思う。いやいやいいじゃないですか背中。いや僕は適当じゃん。適当って堀内さんに申し訳ない。いやそしたらハイドこれね、あの金子国吉先生の弟子の人がいた。あそうなんだ。そう。あ死体が。いや当時はその人がね、堀内やってたもん。あへえ。バリバリだからこっちはバリバリ現役の時背中入れてくれて、うん、痛かったやっぱり背中。まあ痛いけど、俺背中入ってないから分かんない、ね。でも分かんなくて、それが俺も初めてだから背中は。あでも結構でかいから衝撃でかかったでしょ。衝撃っていうか長さが。いや痛かったんだけど、問題はこっちで、ね、こう腕は、うん、鬼のように痛くて、あでその時はもう現役じゃなかったのよ。ああなるほどなるほど。もうナイフで刺すかのよ。堀氏として現役じゃなかったってことね。と思うんだよな。多分それハイド君のことが大好きで、いや本当僕ハイド君を傷つけてやろうみたいなとこじゃないですか。わかんないけど、でもその僕も本当にその先生も大好きで、うんうんうん、もうまあまあいいや、もうなもうどんだけでも穴掘ってくれよと思いながらやってたんだけど、それがさお互いなんかそんな昔は入れ墨入れようと思ってなかったもんね。そんなね、そういう文化なかったもんね。そういうのもうどっちかというとハードロックの人がやってるイメージだったよね先輩が。いや参ったなバンプロスは。もうバンプロス関係ないじゃない。お酒が足りないんじゃない。いや飲んでない。あなた飲んでないからさ。
なんかこれ何ですか、すごいジンジャーエール、ジンジャーエールに何かお酒入れて。いや、うちの、あのマネージャーももうこれはもうやばい、どうしようもないですね。みんな寝た方がいいよ。清原さんだけだったら止めれますけど、ファンの子は、ファンの子はみんな寝た方がいいよ。このあと多分5時間ぐらい続く。いや、俺全然起きてるからね、この時間。俺もうちょっとしたら寝るよ。俺いつもね3時くらい寝る。まあ、その自分が起きてるって言いながら、またあと2時間ぐらい。すごい、今 1.6 万超えたよ。 1.6 万超えたよ。よかった。増えてる、増えてるよ、2000ずつ。今日聞きたかったのは、いや、もう何、今日のなんか、なんだっけ、今日の番組で聞きたかったのは、清原くんがウィラードのコピーバンドしてたって話。してたよ。その辺の話をちょっと聞きたい。でもそれはもう高校生、高校出たぐらいの時に誘われて、地元の先輩に。ウィラードってさ、ジュンさん、結構インディーズでもちょっとパンクっていうかダムドみたいなバンドやね。でしょ、うん、そんなバンドが、あったこと自体がちょっと知らない。いや、違う、ウィラードは知ってるけど、そんなバンドをコピーしようって思ったし、そのシーンがすごいねと思って。あ、なんか僕らの地元では、メタルというよりは、なんだろうな、ザ・モッツとか、スライダースとか、そのロックンロール系が流行ってたのわけよ。で、あのイラードはあのそのロックンロールとか、まあどっちかパンクというか、まず、海外で言うとそのダウンドみたいな感じ。でもそのすごい、うちの事務所なんかラバーソールを履いてる人が多くて、パンクみたいな人が多くて。ポジパンですよね、普通のロックウィラードって、だからそれをやってる人が多くて、ボーカルを常に探してるバンドがいて、そこでなんかアマチュアバンドのコンセプトあるじゃん、コンテストみたいな、あれを見に来てる人がたまたまコピーしてる人で、あのバンド歌ってる子入らないかなってなって一回入ったことがあるけど。え、ウィラード自体は好きだった？もちろん好きだった。高校の先輩があのそういうパンクも好きだったんで。で、昔はパンクとメタルって結構仲良くなかったじゃないですか。悪かったよ。その先輩はなんか結構メタルでも好きなやつはありだってなってて、そこにデッドエンドがあったわけ。これはありだよって、メタルだけどと。それでデッドエンドを好きになったわけね。でもさ、出会った頃ってデッドエンドっぽよりもウィラード感が強かった、ルックス的には。でもデッドエンドの方が好きだった。デッドエンドの方が好きだった。まあでもどっちかっていうとモーリーさん大好き当時で、でもちろんデランジェとかも流行ってたからさ、もちろん知ってるし、まあそういうのミックスした感じなんだろう。でもハイド君はあんま分かんなかったな。ラルク的には分かったけど、ハイド君はラルクはもう全員がデッドエンド大好き、そうだね、もう分かった分かった、それデューン聞いて分かったけど、なんか当時はそのハイド君はそんな感じしなかったんだよな。ああ、そうか。なんか、僕はそのもっとなんかこう、なんちゅうの、こうなんか螺旋を描くような歌唱力じゃない、あなたなんか、はい、でも螺旋階段みたいなさ。僕でもそのデッドエンドじゃなくてその、ガスタンクが好きだったから、ガスタンクのバキさんってちょっとなんだっけ、デッドソングとかね、そうそう、なんだっけな、イギリスのイギリスのミッションとか、あ、ミッションカルト、あ、カルト、カルトね、え、頭いいね。頭いいよ、俺は。早い、なんか回転が。だってまだね、まだ40歳ぐらいだからね、僕、で、カルトとかがやっぱ僕ちょっとバキさんと繋がったから、カルト結構聞いたの、だからカルトかっこよかったけど、なんていうの、カルトって、まあカルトファンには申し訳ないんだけど、僕やっぱボーカル見ちゃうんで、なんていうの、僕らの時ってなんか高い声とか、シャウトとかが、派手な人が、よかった、いいと思ってたから。あ、そうかそうか。だからカルトはなんかどっちかね、なんか腰が低い感じ。あ、だからダメだったんだ。ダメじゃない、ダメじゃないけど、カルト
はかっこよかったけど、やっぱりどっちかっていうとあのアクセルローズとか、あーガンズだ、そのあとミッションってバンドとかさ、ミッション大好き、うん、だからミッションもだって低いじゃん、その話したよお前、ミッションミッション低くないよ、その割と割と抑揚あるじゃん、抑揚低いのってメロディックっていうか、あのレルレルレルなんちゅう、僕は低いのは、ピーター・マフィーとか低いなってイメージ、うん、ミッションはミッションは僕もっとこう抑揚があるから高く感じるっていうか、曲がさメロディーですディアスじゃん、うん、誰もわかんない話してるけど、まあなんか、うん、ああそうなんだ、僕だからカルトが好きだったから、うん、そのガスタンクの時もガスなんかそのデビュー当時は結構その辺ミックスしてね、で俺もっとなんかハイド君はなんかもっとなんかいろんなもん聞いてる聞いてこなってるんだろうなと思ってた、いやいやもうその子だからそのボーカルはミッションあミッションじゃなくてそのなんだっけそのカルトとか好きだったから、うん、いかに声を太くするかっていうのを結構ずっと考えてて、うーんあーみたいな、いあってことを考えてたから、だからてっちゃんがちょっとそれないんじゃないってないんじゃないって言ってきて、あれだからちょっと勘違い、俺は知らんよ、俺シエルファンに対して何も言ってない、確かに俺ちょっと勘違いしてたかもしれない、俺はシエルファンに何も言ってないよ、俺は本当にマジで、うん、でそこでやっとあがバキさん、もうその頃はもうモーリーさんしかなくて、モーリーさん、僕バキさんでもキョンさんでしょやっぱなんか、うーんなんか見たことある人インタビューでキョンさん、もちろんもちろんキョンさんも大好きだけど、うんうん、デランジェはもうまあ加工しっぽいっていうか、世代的にデランジェの方が後だもんね、そうそうデッドエンドの後がデランジェ、そうそうそうね、うん、でもデッドエンドはもう僕の中でもその結構大きな、うん、なんだっけバンド自体がもう全員、うん、もうケンちゃんはユウちゃんだし、うん、みたいな感じ、さくらだってね、うん、そうだね、付き人だったし、うん、デッドエンドじゃあこの曲てつやくんはてっちゃんもジョーさん、いやジョーさんというかもうデッドエンドが大好き で、うん、でじゃあこのデッドエンドのこの曲やるよって言ったらもうすぐできる感じバンドで、そうかクリーチャークリーチャーってたもんね、ケンちゃんもういつでもできる、ね、いつでもできる感じだった、うん、それぐらいみんな大好きだった、やべハイドさん近くでタバコ吸ったらまたハイドファンにちょっとあれだから、本当だよもうちょっとでも、だすぐ風呂入るから今日終わったらすぐ匂いがね、匂いがついてるかな、なんかいやもうキャバ嬢この後たくさんつけるけどね、キャバ嬢的に、え今すごいし今あれだけど何場内が今キャバ嬢っていう響きでサーッと弾いてるよね、弾いてないよ別に、だからなんかやっぱみんな下がっていくね、バンプロスの人たちなんで、いやうちじゃなくてうちはもう結構近くいるじゃん、そこそこ触っとけば、そうですよ、ね、いやもうちょほんとなんかお嬢ちゃんお嬢ちゃんずっと俺ら我々出口見てるから、もうちょっとこの辺に来てほしい、お嬢ちゃん、うん、いややっぱりねなんかあれだよね、何やあのえ食べないのこれチキンナゲット、いやもうあげるよ全部チキンナゲットだけに全部あげる、あげる、いや、あ、やばい、みんな寝始めた、下がってきたよ、下がった 1.6 万超えから 1.5 万超えになっちゃった、まあ1万5万個 5? 5? いや、俺じゃないよ、これ言い始めたのはあれだからね、5? あなただからね、ハイドさん超えた、下がった、あー、まあ寝たか、寝た、まあやられた、まあしょうがないね、うん、もう1時だから日本にいる時は何時に寝てんの、ここでさ下半身出せば上がるんじゃない、いやいや本当やりかねないから、これからやりかねないから10分に10センチ清原くんが脱いでいけば、いや俺じゃなくて俺は多分上がんないあなたがやんないと、今バンプローズからあれだよバツサイン出てます、俺は全然出してもいいんだけど、ダメ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 今女のスタッフめちゃくちゃ困ってるけどバンプロースの、いや俺は全然出してもいいんだけど、いや3人がかりでめっちゃ困ってますけど、ハイドはいいんだけど宝井がな、それ俺はいいんだけど矢沢がなじゃないですか、ですよね、でもこの時間にこのあのやっぱハイド君のその数字異常だよこれ、あ、16になったよ、あ
やっぱこう今のこれが効いたんだよね。みんなやっぱハイド君の何を。俺はいいんだけどさ、これめちゃくちゃ良かってるよ。いや絶対ダメだと思うよ。俺ここで守るってあれなんか交換得よう、交換を得よう。絶対ダメだよそれ。俺あれできるよ。ニュース、ヤフーニュースで明日絶対に。なんだっけ、なんか 100% できるよ。アキラ。アキラできるよ。いやできてもダメだよ、絶対ダメだよ。やろうか。ダメ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 。俺だからそういう時は抜けるからこれですよって。なんか俺のせいになっちゃう。いいじゃんロッカーなんだから。いや俺もあの30歳ぐらいまではいいと思ってた、それなんか別に出してても。もういいじゃんいいじゃん別に。いや俺がじゃあ後ろでやったけるよ、こうやって。なんで後ろなんだよ。なんで俺やらせようすよ。いや俺じゃなくて、やったけるあなたのを見たいけど、それダメなのよやっぱ。わかんないじゃないよ。わかんないじゃないよ。日本語わかんない。わかんないじゃないよ。日本語わかんない。わかんないじゃないよ。いや、アキラじゃないよ。いや、これ本当俺はダメだ。ちょ、バンプローズ取り上げなさい、これ。本当に。あ、やったげるか。いやいや、やったげるか。やったげるかじゃないよ。やったげる。いやいや、ちょっと。はい、はい。はい。脱いで。いやいや、俺は全然抜けるよ。だけど。はい、脱いで。いやいや、俺はいいけど、俺はいいけど、あなたのファンが、もうね、もう3年ぐらい夢に出るよこれ。すごいね。低層まだないでしょ、それは。低層まだないでしょ。低層関でまだないでしょ。ハイドファンにそれ見せたことはないでしょ。人口、うん、人口かどうか知らないけど、なんか見せたもティンコティンクティンクティンクスティンクスピンクスないでしょ。こんな顔してたら増えるかもね。いやもうみんな下ネタ好きだからな、うん、今日でも聞きたかったこといっぱいあったのに。何メモってきたの。ほんとだ、すごい。あ、でも聞いた、ほとんど聞いた。あ、森くんが何。いや森くん大丈夫、これ怒ってる大丈夫。森くんもじゃあ入ればいいじゃん。森くんは友達なんだけど、俺はえ俺はいいんだけど、バンプローズがバンプローズはうるさくないよ。ほんと？うん。マーベリック。森くんおいでよ。森くん、森くん。このボス、ボスね。森くんおいでよ。うん、あ？いや、めちゃくちゃ困ってる。あの、何さん？なんとかさん。そんな名前じゃなかったっけ？俺森くんだけど、この店の、あの、支配人も森くんなわけ、うん。え、兄弟？兄弟じゃない。兄弟じゃない。やばいっす、兄弟って言うと、またその、いろいろ言うじゃん。なんか、アナ兄弟とかさ。いいね、困るな、ほんとそういうとこ言うね。大変ですね、やっぱり。なんかハイドのやっぱりね、マネージャーとか、うん、俺今度でもさ、俺今度あれもし生まれ変わって俺気悪にならなかったらマネージャーやってあげるよ。なんか生まれ変わったらね、だからで俺が気悪にならなかったら、あの頃出会わなかったらマネージャーやってあげるよ、うん。でもさ、その喫茶店の面白いじゃん。ああ、そう、やろうやろうやろう。俺ね、三軒茶屋あたりがいいんだよね。ああ、できるできる、うん、三軒茶屋あたりで一緒に歌うってなりたいんだよね。そう、新宿とか渋谷とか六本木とかじゃなくて三茶とか。あのさ、前にね、あれ何年前だっけな、6年ぐらい前に、うん、僕富良野で毎年ディナーショーやってんだけど、あのその6年も経ってないでしょ。もっとかな、いや10年前からやってんだけど、うん、で俺コメントした時じゃなくて関係なくて、あ、関係ない。で、いや6年6、7年前に、うん、とあるバーに行った。バーというかなんか広いんだよ、なんかこうボックスがいっぱいあるような、うん、でショーパブができるような感じね。それ本当にバーだった。本当にバーだった。分かんない、ちょっとキャバレーかもしんない、やっぱり分かんない。でステージがあって、うん、でそこにね、流しの、ああ流し、うん、流しのギター来んの、うん、でちょっと一曲やらせてもらっていいですかって来て、うん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 、僕らバンドで5、6人いて、うん、でもう一組なんか3、4人中年の人たちがいて、うん、いいよーって。で2人で男の子、ギターで歌う人と、うん、もう一人歌う人がいて、
2人で歌い始めたの、うんうんうん、すごい良くて、あのビートルズとかそのスナックとかでね、要はそうそう、うんうん、昔の曲をやり始めたの、うわすごい良くて、いやーすごいなーっつって、うんうん、素敵とか言って何曲か聴いてたんだけど、うんうん、途中でもその前のサラリーマンが飽きてきた、うんうん、でもういいよっつって言い始めて、うんうんうん、でその人たちがあこう歌いづらくなってきたの。ああでも僕らはその人たち好きだから、うん、え終わっちゃうのかなと思って、うん、どっから来たのとか聞いたら、実は親子で北海道を車で回ってるって、うん、親子なんだ、すごい。でバンで北海道転々と回ってて、うん、車で寝たりしてしながら、すごいね。そうすごいね。すごくない？いやすごいよ、ちょっとんそれじゃあ泣けるやる、将来的にやろうよ、ちょ流し流し、すごくない？でだからやろうよ俺たちが、うん、流し、いやそれはもう今見てる CL ファンの人たちとか、うん、ハイドファンの人たちがいなくなって、僕のファンもいなくなった時にやろうよ、生きてれば。あれなんかどっかで見たことあんな、あのなんかあの人みたいな、ないかなって。うん、まあ悪いけど泣かせるよいやその時もでも泣きそうだったの。泣いたんだ。うん、うん、なんかそのサラリーマンがもうあまらもういいよって言われてるとこで演奏する感じ、すげえなと思った、うん、あれなんか一曲歌ったら1000円とか2000円とか、ね、そんな感じ、ね、そうそう、うん、僕らおひねりであげたけど、うん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 、やりたいね。そうやろうよ。じゃあ見て、あれバンプロズの人たち早く、何してんの、早く終わるポーズですよ、あの黒いマスクの人。あと2時間ぐらいあるよえお何が、なんか嫌がって、え 1.6 万個また1.6 万個。え、カルトの話してるけど、え、ああもうちょっと、え、なんの話、これなんかずれてない？だからもうファンの人も疲れてきて、もうマークしか打てなくなってきた本当これ、こういうとこでね、あの日本のあのミュージシャンのファンの人たちって自分中心だよね、こうすぐ疲れてきちゃったっていうねスタッフ似てるよね、スタッフ似てるよね。僕らはなんかフォーエバーじゃないですか、フォーエバーだからやっぱり、うん、これやらないからじゃない、このいやアキラは違うって、清原 100% アキラは違うハイド 1000% でしょ。そしたらあダメダメダメ、俺はいや、じゃあバンプローズ止めてください、やっぱり俺は全然いいんだけど、いやいやダメダメダメ、ちょすぐ入ってきてやりそうだから、マジでやりそうだ、マジでこれやばいよ、ダメダメダメだよ、これやばい、これもう放送禁止だから、俺のせいじゃないから、ちょっと2分やっといて、いやじゃあ、いや俺だけでは下がっちゃうから、一緒にいなくなるのか。いやもうほんと酔っ払ってなね、いやほんと酔っ払っている感じで、いやハイドス君のインスタに俺だけ出るっておかしいでしょ。だってなんかね、え、なにないか、無料で、確かにね、うん、俺はそう思うけど、もう俺はそう分かってるよ、俺は飲んでないから分かってるけどバンプローズの人たちが何とかしないと、うん、あの俺はもうなんかそのやっぱハイドさんのね気持ちいい気分はね、あの分かるんだけどなってこと、ちょっと大丈夫かな、俺のせいじゃないからね、みんなね、うん、俺のせいじゃないんだよね、あのハイド君が気持ちよくてなっちゃってるんで、俺のせいではないんだよね俺のせいじゃないんだよね、もうすぐ帰ってくるんだよね、寝ちゃってんじゃない、トイレで、俺もトイレ行きたいんだよね、うん、
なんか、いや、でもハイド君ってこんな風なんだ、いつも。ね。ファンの人。ファンの人はハイド君が酔っ払ってるの遭遇したことあるんですか？遭遇っていうか、そのイベントとかで。最近は。ある。おぉ。俺飲まないからな。来た来た来た。交代交代。俺取れば。いやいや、来た来た来た。今かすかにドアが開いた。僕はそこから抜け出すだろう。この狭い地下室では何か狂っている、狂っている。いやーもう今日は長かったね。もう十分やったかなってみんな思ってると思うけど、あと1時間やりますねえ。嬉しい、嬉しいでしょ。怖っ。どういう状況、これってリアルタイムなの、このお客さんのこれ。少し遅れ、ちょっと遅れ、うん、いやー投げ、これなんかね、寝癖がね、ついちゃって、これなわけねえだろって。寝癖じゃないよ。みんな、今日何曜日？すごいな。土曜日？土曜日みんな元気だね。土曜日いいよね。土曜日ってサタデーだよね。乾いた風は、あ、僕でもあれなんだっけ、乾いた Eyes my life。 あ、デビュー曲なんだっけ、フォディア、フォディアネツタエイタ時は、あ、じゃあちょっとね、あれ。いやでも数々のね、あの名曲をね、世に送り出して、ハイドさんどうですか気分は。いや僕はね、全然、だから今のスタッフが言うには、これ無料でこんだけやってるのもったいないですよって意見が。あ、そうかも。そうなのよ。俺はあの、いいよ、あのこれ清原チャンネルにしようよ。いいよ、じゃあ俺はいいのよ。俺はもういいんだけど、ハイドさんのファンがこれ、ハイドさんやすりしないで、キョアルさんって、なんか悪くなって。わかるわかる。わかるじゃないよ、わかるじゃないから。わかるじゃないから。わかるじゃない。わかるわかる。わかるじゃないよ。本当に。え、とりあえずキョアルにしようよ。いやいや、もう俺はもう、うちはもう、電池はないんで。電池充電しとけよ。充電しとけよ。いや、ハイド君は年食っても、かっこいいね。そうかな。いやもう本当よ、残念だよ。30年だよ。残念だね。だから知り合ってから、その知り合った年よりももっと上、もっともう未来行ってるからね。え、意味が分かんないんですけど。分かるでしょ、分かるでしょ。と、知り合った時よりは無理。知り合った年よりももっと倍以上未来行ってるからね。はい、我々が。ですよね。すごいよ、やっぱ。すごい、やっぱいなくなっちゃったも人もいるから、音楽やってない人もさ。うん、まあでもそれぞれのさ、うん、道をこうやって生きてるけど、こうやってリスペクトし合えるってすごいよね。何、急に、ありがたい。急に真面目急に真面目になんない締めようとしてるみたいな。いやいや、締めてもいいけど。いや、締めなくてもいいけど。 1.7 万超えた。あ、増えてんじゃん。だよ、7万超えました。すごいなぁ。清原、万超えました。清原じゃない。清原、万超えました。なんかあれじゃない？これ明日、ハイドさん、後悔するんじゃない？シラフになった時に。俺ね。まあ、絶対見せてあげてね、この動画。やばいっすよ、これ。いや、俺ね、過去は見ないから。過去は見ない。昨日も見ない。昨日見ない。過去は見ないから。でも、なんか、その、なんか、
よかったな。え、なんか甘いの食べたいな。出た甘いのなんか食べたいな。いや、さっきほんとびっくりした。ハイドさんファン、タバコ吸わないでみたいな、びっくりした。あ、違う、あ、タバコじゃない、タマコ吸らないで。いやいや、タバコ、タマコ吸らないでじゃないよ。タマコ吸ってるの、タマコ吸らないでってファンの声って、ほんと下品ね。ねえ、すごい二人にね、気持ちわかるよ。うん、いや、もうほんとね、ごめんなさいね。いや、別にもう、ね、どうでもいいよね。ん、どうでも、俺はもう、だから、この世の中、我々ぐらいになると、もうどうでもよいんですけど。ほんとどうでもいい。うん、多少のことを。でも、やっぱり、もういらない。でもやっぱ、俺のファンはあれと慣れてるけど、ハイドさんファンはやっぱり、まあまあ、そうかもね。怖いですね。保守的な人多いかもね。いや、違う、多分、天使だから。あなたが天使だから。俺天使なの？天使だから、やっぱ悪魔ファンは大丈夫、慣れてるから、悪魔に。天使は急になんか天使がちょっと酔っ払ってご乱心だなっていう、なんか「あきら 100%」とかやっちゃいそうだなみたいなさ、あるじゃん。悪魔を取るからやって、とりあえず。いや、俺本当は悪魔じゃないからね言っとくけど悪魔じゃないからね。え、悪魔じゃないよ。うん、でもどちらかというと悪魔じゃん。で、その今黒い目だからね、名前が、うん、ラークアンシエルは大丈夫。だってラークアンシエルっていかにも天使っぽいじゃん。でもバンプスはさ、ちょっと悪魔じゃん。まあバンパイアだね。バンパイア。いや、よかったね。あれ歌って。歌ってじゃないよ。よじょ、イビル歌って。イビル、いや、イビルもあ、サビ、サビ。あらららら、ならららら、ならららら、ならららら。Welcome to でしょ ?Welcome to my lost Babylon でしょ。ファック。かっこいい。いや、かっこいいじゃないよ。いや、あの曲かっこよくない。いや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 。いや、かっこいい。あれいいよ。歌って。いや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 、いや、そんなことないよ。あれ全部考えたの？もちろん。ういや、だって自分も考えてあなたも考えてるでしょ。もう考えるけど、うん、どうやって作るの？ギターでやっぱり。いや、俺が聞きたいわ。いや、どうやって作ってんの、あの最近のなんかやつ僕ね、最近はね、あのいろんな作曲家にお願いしたりとか、うん、まあ、してるんだけど。それもなく自分作っても、もちろんあるじゃん。もちろんあるけど、うん、もう3分ぐらいでしょ、ペロってペロペロって3分ぐらい。あ、僕ね、すごい時間かかる。ええ、一曲になんか、いや、すごいね、チョコ持ってきて。あ、何今日バレンタインデー？違うよ。え、違った？あ、バレンタインは2月14日 On the Valentine's Day。 やばいっすね。歌って。え、歌ってじゃないよ。何いや、もうなんで歌ってくんないの。なんで歌わせんの。え、歌手でしょ。いや、歌手じゃん。歌手でしょ。大丈夫、歌手だけど。俺はもう、All the、 いや、もうちょっとなんかあれじゃない、なんかもうあれですね、このなんか、あ、美味しいこれね、あの、うん、そのなんかハイド YouTube とかないの。あるよね、そういうとこで やった方がいいんじゃないですか、ね、いや、何終わろうとしてんの。いやいや何終わろうとしてんの。すげえな、これからでしょ。全然俺はいいんだよ。だけど、うん、なんかやっぱり俺はすごく全然良くて、ただ、うん、うちのスタッフも良くて、うん、そこご参加だ、バンプローション。すごい俺が悪くなっちゃうんだよ。いや、分かる分かる。で、QR さん次からブッキングしてやめましょうって。俺が何人悪くないのに、うん、何そうな気がして嫌なのよ。いや、分かる分かる、うん、でもどの道もうしばらくないと思う。そうでしょ。いや、今日は良かろうが悪かろうがしばらくないんじゃない、うん、なんで。貴重な存在だから。いいこと言うような感じでやめて。そういうの、ヤンバルクイナみたいな。いや、なんか俺なんか前も言ったことあるけど、ハロウィンのやつもあるじゃん。イリオモテヤマネコみたいなもんだから。ハロウィンパーティーさ、うん、うん、あれもさ、なんかさ、来年もお願いねって言ってくればいいのに、もうまばらに誘ってくるじゃないですか。まばらに。わかんない。あれ
仮装しなきゃいけないから準備みんな大変だと思うんだよね。だと思う。それがでなんかその来年は何やろうかっていう約束じゃないじゃない。そうそうそう。でなんかなんだ大悟くんとか、うん、達郎くんとか、うん、そのなんかあるじゃん、ファミリーみたいな、うん、あるある。それは毎年準備してる、なんとなく。うん、まあで我々、うん、意外とギリで来るからね。うん、うん、あれはいくら貴重だと思っててくれてても、うん、なんかちょっとこう確かにね、なんか欲しいね。確かに、うん、なんかそういうなんかなんかこう優しさが欲しいね。ないかもしんないけど考えとっていい、俺もいいよいや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 、でもなんかやっぱあれだね、この一緒になんかあれだね。どれどれだね。いや、あのハイドスさんのその、うん、なんか大観衆の中でさ、うん、僕ゲストとか呼ばれて出てくるのもいいけど、なんかこう、うん、もう本当になんかこうなんつうのかな、こうちょっと今これ 1.7 万人だけど、この10分の1ぐらいのさ、こう、うん、スペースでさ、うん、なんかこう見たい人しか見れないみたいなこうやつもいいですよね。いや、いいよそれ。うん、やハイドさんと、いつの間にかハイドさんになっちゃったけどハイド君と歌う。いや、でも全然僕もね、うん、よく考えてそういうこと、うん、考えてないでしょ、だって。いや、よく考えてる、うん、その大観音とかでユニットとか大観音とかになんかそういうお店があったりするのよ、そのピアノと、うん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 、ほんとジャズ の、うんうんうん、あのボーカルとピアノだけみたいな、うんうんうん、バーがあったら、うん、え、こんなとこめっちゃ素敵だな、本当に。そこで歌う、本当にお客さん20人くらいしか入らなくても、うんうん、20人、うん、例えばね、ゆったり見るには20人とか、うん、そういうとこでゆったり歌う、そのさ、お酒飲みながらとか、うんうん、次何しよっかとか言いながらゆったり、そのなんかそのあれじゃない、そのなんかあんまりお互いそんななんかね、あの、うん、場所を用意してくれなくてもいいから、うん、こうなんか、うん、不意にね、そうそう、うん、すごい素敵だと思う。まあそういうのもいいけど、まあでも困るのはやっぱそのハイドファンがやっぱり多く外れちゃうから怒っちゃうんだよね。まあもちろんもちろん、あのファンにちゃんとそのニーズがあれば、うん、それはもちろんみんなの前でやりますけど、なんかその含めてなんかそのガイタレのなんかでかい、すごい、まあなんかこうめっちゃでかいバンドもさ、うん、なんかわけわからないこう狭いところでさ、セッションとかしたりするじゃないですか。うん、するする、やっぱ楽しいんだよ。そういうの、うん、そういうのがやっぱりなんか日本でないっていうか、まあやってもなんか商売にしちゃうんで、だからその狭いなんかよくわかんないところでやったらなんかなんか、うん、そう、なんかね、面白い。スティーブン・タイラーとかもなんかよくそれでね、やってる、街とかでみんなと、なんか、うん、外で演奏したりする、うん、なんか僕もそれはいいなっていうことで、将来おじいちゃんになったら、あのスナックとかバーとかでライブハウスとかでやりましょうって言ったのよ、当時、あの2、3年前のやろうよ、なんかコメントで、うん、なんかでもすごい今真剣に聞いてるけど、なんか目はすごい早くやめてください、清原さん今俺に清原さんなんとかしてくださいみたいな。いや、あと1時間やるよだってまだ1時でしょ。いや、全然早いけどね、本当にね。あ、また 1.6 になって減った。いや、ほら、ハイド君ギリなんだね、この、多分真面目な話するとダメなんだろうね、我々が分かんない話するとダメなんだ。だから1.6 万超えたとか、そういうこと言ってればいい。うん、まあ、下ネタ言ってればいいのかな、ちょっと危ないですね。これダメ。いや、俺はいい。だからこれ100、これ清原君がこれやって多分その人数の母数的にはハイドさんがやった方が5万ぐらいいくんだけど、でもハイドさんがやると、いや、言ってもいいんだよ俺は。ハイド君がやるともう明日の放置新聞とかなっちゃうからね、うん、俺別になんかいいんだけどね。いやいやいや、俺のダイナマイトがケンちゃんも会いたいな。ケンちゃん、あ、ケンちゃんなんかやってたよね。ケンちゃんやってないよ。やってなかった、ライブとかやってなかったっけ。うん、ケンちゃん、あー、すごい前ね、あのソープの時 ね、そうそうそう、ケンちゃんも会いたいね。
ケンちゃんのちゃんとその良さは分かってるなと思って、その時頃なんかインタビューか分かんないけど、なんかその意見言ってたの見て、雑誌で、うん、確かなんかね、うん、いや分かっ、そうだよねと思った。いやでもなんか普通になんかで、この間てっちゃんに会ったから、うん、とりあえずケンちゃん、まあなんかイベントでなんか幕張かなんか廊下であったけど、へ、なんかすごいよ彼は、会いたいね。いやもうなんかもう音楽としてもういろんな方面で分かってるから、うん、すごい、まあ、俺だから次しばらく呼ばれないけど、次呼ぶときはちょっとケンちゃんもちょっと来て、あぜひぜひ、うん、あのね天才だから、うん、やっぱそのエンジニア面もちゃんと分かってるし、そうだね、楽曲がどうあったらどう完成するかっていうのもやっぱりすごい詳しい、うんうん、ケンちゃんももうちょっと久しぶりに会いたい、うん、で下ネタばっかになるじゃんケンちゃんって、絶対確かに下ネタ天才的じゃない、下ネタ、いやもういろんな方面で彼は天才だね、うん、下ネタ話す時もえそこみたいな、いや俺も普段最近俺は何年も聞いてないけど、当時すごいハイレベルな下ネタ言ってたもん。ああだよね、うん、で女の子に対しても、うん、その女の子だからっていうハードルがない、あ女と思ってないんだ、なんか普通になんか、うんうん、オナニーの話とか普通に話する。え何？お何？早くちょっとお酒持ってきて。やらしい顔して、今やらしい顔してる。あなた何してんの？ボサッと。やらしい顔。本当に。うん、いやっていうか俺あんまり他の回まあたまに見るけど。早くちょっと持ってきて。その大悟くんとかさ、いろいろじゃないですか、そのあのボンバーの子とかさ。そういう会はどういう会なんですか、そういう時の会。こんな話しないもん。え、なんでじゃあ俺の時はするの。今日紐だから違う。いやそうじゃなくて、なんかさ、もうちょっとちゃんとしてるでしょ。いやしてるけど、うん、でも今日なんかこなんか。俺もちょっとちゃんとしてくださいよ。いやいやちゃ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 。ちょっと。じゃ俺はもういいんだよ、うん、全然この。ありのままのハイドさんをお届けする役割としては僕は正しい。いやもうヒマル君もカリスマだからいいんじゃない。いやみんなカリスマじゃない、みんなカリスマじゃないですか、若い子たちも。若い子たちがカリスマ。いやいやそのハイド君の下の子たちもみんなカリスマじゃないですか。うん、違うんですか。いや俺とは違うっしょ、やっぱヒマル君もう完全なその僕が毛利さんに求めたものと近い感じが。いやいやいや、ギョハル君にはそれは違うな。俺にはちょっと違うと思うんだよね。いやでももういやなんかすごいなんか今すごい今携帯見始めましたけど、あれですか、うん、ああ全然もう気にしないで。残業手当とかないんですか、バンプ坊主は。うちはないですけど。もういいんじゃない別に、うん、その気にしなくて。だってまだ1時だよ。全然俺はもう全然寝てないけどねこの時間、うん、1時はそうだな、ね、うちのスタッフと仲良くなり始めちゃった さっきからどうしましょうみたいなところで。いいね、うん、女の子っていいよね、かわいいね。かわいそう男の子。うん、さっきなんかすごい褒めてたじゃん、一番この子はすごいよって。いやもちろんこの子はすごいんだ。もう30代の子ってもう我々ではこの子って感覚だよね。この子はすごいねっていう、そのなんかなんつう、いや男は30からよだよね。だけど我々からしたら30歳ぐらいの人って、そうそう、だからスタート、うん、この子、スタート、うん、この子すごいねっていう。やっと20代の子供の時期が終わって30からやっといい男になる。うん、おしゃれだってさ、清原くんもそうじゃない。んやっぱ30代がやっぱり一番脂乗ってたんじゃない。僕、うん、うん、なんかそんな気がする。そうかもしれない、うん、一番かっこよかったもんね。クレベの時もやっぱかっこいいけど、やっぱその後なんかいろいろ分かって男男になったって感じ。いやまあでもそれを考えると今が一番かっこいいハイド君はすごいね。
お、俺が、うん、今が一番いいと言われるハイドさんがすごいな。俺かい？大体さ、大体だよ、大体だけど、うん、まあうちのファンの人は知ってるし、うん、ハイド君のファンの人はハイド君の知ってるけど、大体普通は、うん、昔の方が勢いあるんですよ、勢い的に。まあもちろんね、体もよく動くしさ。そりゃそうだよね。だけどなんか俺見たけど、なんかはしご登ってなかった、この間フェスかなんかに。本当だな、あれは俺すげえなと思った。いやもうないよ、なんであれできるのって。よくわかんない。あれはもう最初から計画性があるの？いやもうリハしてる時から登れそうなんだ登れそうだなって、うん、とは狙ってはいるよ。でもさ、あれ昔やんない、昔はやんなかったわけじゃん、うん、で今やるってすごいね、そのなんかポテンシャルがすごいね、うん、なんかでもそれって我々ってただ元気なわけじゃなくて、ちゃんとこうなんかちゃんとね、昔はね俺何も考えてなかったから、うん、ただ自分の美学を追求すればいいと思ってた、うんうん、今はそれじゃ足んない、うん、からやれることやんないと思って、リハ中とかもいろんなこと考える、うんうん、これなんかできるから、うんうん、エンターテインメント常に考える。すごい、あれは俺だから映像を見て映像見たの、なんかすごっ、うん、だからマネージャーこれ、ハイド君これ登ってるけどすごくない？同じ年だよ。だから怒られると思いながらやってるもん。いやでもあれがやれるのがすごいと思う。若い子でもやんないじゃん結局。そう、うん、なんかある意味若いやつらにお前ら俺を見て何とも思わねえのかって思いながらやってるよ。ああ教えるつもりで。教えるとまでおこがましくないけど、もっとできんだろうと思うよ。今余裕でお前たち超えてやるよって感じ。おやっててね、あの今のファンは、その子たちのファンはもちろん盲目的にその好きなんだけど、もし冷静になれるんだったら、うん、俺の方がもっとすげえことやってるよ。なるほどね。っていうのが伝わると思うんだね、うん、ですごいなあれ。いや若いやつらはでもバンドは俺を見るじゃん、うん、もっとエンターテインメントしろよって。もっとなんかクレイジーな、クレイジーになれよ。まあなんかまあ僕はあんま知らないけど、その型にやっぱりハマるよねみんな。その煽り方もそうだしさ、ハマる。だから我々みたいになんかこう何でもあれじゃなくて型にハマる、うん、うん、ファンの子もさ結局なんかこうなっちゃうじゃん。あれはなんかつまんないよね。なるほど。もっとなんか自由にさ、クレイジーになってほしいよね。クレイジー、クレイジー。お、なんか、あ、あれ。何？どうしたんですか。何？閉めたし。お客さん。お客さん。この時間に？え、いいよ。いいよ。こっち来て。お客さん。いや、これ個室なんで、お客さんを。いやもうよかったら一緒にご一緒に。闇営業ですか？こいつ闇営業。え、こいどういうこと？これ個室。ファンの子が来たってこと？いや、ここは知らないはずだ。あ、知らないんだ、うん、僕は絶対知らないと思う。え、だってさ、でもさっきのソファーとは結構個性的だったじゃん。あ、そうか、ネットで分かるのか。俺なら分かる。いや、ハイドさんのファンは突き止めるのか。分かんね。まあでもいいんじゃない。いやでもあの端っこはやったなと思ったね。同じ年だから世代として嬉しかった。あ、すごい、なんかすごいなと思ったな。でまだまだやれるね。だって海外のアーティストもっとクレイジーなこといっぱいやってるから、日本人はまだぬるいよ。うん、どうかも。うん、できるできる。これ綺麗だよねこれ。ジャスティン・デイビス。はい、ああさすが。いやいやいや、やってましたね一回ね、一時ね。あ、もちろんもちろん。うん、はい、あのバンプスで、うん、うん、美しいね、このタトゥー綺麗だよね。いや、さっきから話がもう横転。いや、ほんと今ね、結構調べてて、タトゥー誰がいいんだろうなと、アーティストね。僕のこれやってる人は最近やってないみたいで、もはや。美しいね。海外ではやらない。おっぱいとか見せてくれる？おっぱいはね、ここはあるけど、どっちだ、こっちだ、こっちはあるけど。あ、これはこれやっぱ蝶々が好きなの？いや、蝶々にしたんだよね。蝶々になって森さんだ、野原の上
いや今顔で歌う前から歌うなって分かった今なんかもう分かった、歌えるだろうなっていう、あの曲大好きで、飛んでる僕を捕まえようと、うん、そう歌って、いやいやそうなんだっけ、いつでもロマンティックな、あまりにロマンティック、あのアルバム最高じゃない、うん、そうだね、俺サインもらったもんな、あれいろんな意味で、うん、最高、あの曲もいいし、うん、そうね、その意味も、うん、最高だよね、あのアルバムは。今いくつだ、すごいね、バイドさんファンで1万あー嬉しいな、 1.7 万個落ちないもんね、いや嬉しい、うん、いやもうすごいこれ、だインスタライブであんまやんないでしょ、バイド君歌って、だから誰かいないとそんなこんなの喋れないじゃん、一人で、なんでたまたま僕だったのかっていうところですよね。いやそりゃそうです、そりゃそうでしょ、大悟くんとかがいいんじゃないですか、大悟とや、大悟くんだ、大悟、大悟と見てんじゃないの今、大悟見てるかな、家で、大悟見てる、案外あいつね仕事忙しいから寝てんだよね、あ収録とかね朝、うん、もうすごい忙しい、なかなか会えないもん。あいやほんとすごい、これハイドさんのこれ、そう、うん、俺はコーヒー、うん、なんか多分その立てるためにやったんじゃない、うんうん、あこれこれ VAMPS、 ああバンプス、そうそうバンプスのやつ、そう知ってるよ、バンプス知ってるよ、バンプスのコーヒー、コーヒー入れるやつね、俺前ねあのカズさんね電気屋で会ったことある、電気屋、うん、いろんなとこいるね、電気屋で会ったよ、まだバンプスの頃ね、うん、まだっていうか普通にやってる頃、うん、電気屋でなんかどこの？自由が丘行っちゃった、でなんかカズさんの方からお声かけていただいたのよ、で今日はくんって言われて、あのはずだけどみたいな、すごいやっぱりいい人だったけどね、うん、独特だよね、独特です、空気感、いやいやまあ。今なんかあれなんですか、事件起きてるんですか、ドアの向こうでは、あ、本当、いや、すごいよくやってるね、彼ね、もう彼も天才ですかね、もう天才だ、ずっと一緒にいるの、ハイド君と、もう何年、もうすぐ10年10年え、いた、僕じゃあ会うのに1回目じゃ初めてじゃないよね、仲良かったです、いた、でも本当彼優秀で、アメリカは本当にもう任せっきりですよ、一緒にちょっと海外行こうよ、ちょっと旅行で旅行、だからそのツアーとかじゃなくて旅行で行こうよ、旅行行く、旅行行こうよ、どこ行きたいの、いや多分家族とかあるじゃん、うん、であのいろんな人やっぱ一人で行きたいじゃん、行きたいの、いや家族もいいけど、うん、まあまあちょっと自由にね、だけどハイド君と行くって言ったら、あもうしょうがないねってなると思う、あまあ、うん、としたらどこ、ね、俺行ったことないのが結構多いんだけど、俺あんまりヨーロッパ、ヨーロッパだから、俺あんまりほらあの海外もフランスもドイツも行ったことないもんね、マジでライブとかだから、あライブね、うん、フランス行ったことある、ない、全くない、ドイツもない、フランスだからヨーロッパ唯一イギリスだけしか行ったことない、だから あのいいですね、俺が行きたいのはね、うんと、ベルギーとか行きたいね、ベルギー、うん、なんで、なんかわかんない、そのベルギーのなんかそのアントワープとかさ、洋服がどうとか、そういうのが仕事で撮影とかそういうので行くじゃなくて、結局そういうので行くと、うん、オフ1日か2日とかしかなくなっちゃってつまんないんで、うん、1週間ぐらいは行きたい、うんうん、いいね、で単純に仕事もしない、うんうんうん、っていうのがいいね、いいね、ベルギーじゃあ行きましょう、いやベルギーから中継とかなくて、うん、ただ行くっていうただ行くっていうやつが行きたいなと思ってんだけど、いや行きたいな、バンプローズ、いいんじゃない、バンプローズ了解取れるかな、
だって今全然暇じゃん。いやコロナが終わったから、終わってからでしょ。終わってからね、うん、そうね。でもヨーロッパもうどうなんだろうね、今状況。いやダメじゃない、やっぱまあ、まあ、全然ダメじゃないの、うん。いや高田さん的にはやっぱオリンピックはあるんですか、世界に詳しい。オリンピックあるんじゃない。やるんですか。やらざるを得ないよね。じゃあやるんですか。僕はやると思うけど、うん、選手も全員来るんですか。やっぱ、うん、あのやるのはできるけど、ちょっと制限された中のやっぱり、うん、多分ね選手とかも、うん、問題は選手がやるというよりもその観客が声を出すか出さないかじゃないかなと俺は思うんだけど、あえてそのシビアに考えるとね。今度ラグビーもやったもんね、日本でね。ラグビーもやってたんですよ、普通にテレビで。どこのライブは声出してないから、どこも感染しようないんだよな。確かにこう手を上げてんだライブで、みんな上げてる、上げてる、一応上げても大丈夫、それは大丈夫。ファンの皆さん、でもマスクして声出さない状態だから、うん、だから僕もよく言ってんだけど、元気な人だけが集まれば感染症はないじゃんって散々言ったわけ。そうそうそう、ミーティングとかで、うん、でもやっぱりイベンターがダメってなる、うん、制作とかでかかったとしても、うん、その重症化しないからね、うん、そうね、若い人はね、うん、ちゃんと勉強すれば分かるんだけど、でもワイドショーだけ見てる人だとなかなかそれ伝わんないな。そうだね、やっぱ信じちゃうからね、あんだけ言われたら、うん、うん、でも僕のせいじゃないですよ、言っとくけど。いやもう全部清原くんの。いや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 、もうマジでマジでまあでも俺もう俺まあいいけど、あいいですけど、まあいいよね、うん、これなんかワイン何時に、ただまあ言うてはまだ1時半だからね。あ、そうかそうか、もう 1.7 万人で減らないよね、すごいね。行ったり来たりすごいな。蝶々になって、うん、モーリーさん野原の上、うん、あ、いいよね、会いたがってると思うよ俺は、モーリーさんは。いやあの曲、うん、僕ね最初に聴いた時にゾクゾクした俺ね、うん、歌詞見ながらね曲聴いたの最初にね、うん、ドキドキしながら展開をね、この歌詞を見ながら、うん、え、どうなの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 、はぁーみたいな。最後微笑むだからね、はぁー微笑む、だから最後微笑んじゃうんだって思ってさすが、すごいなぁ、お見事です、見事。いや俺ちょっと、え、でもデランジェのツアーしてるよね。デランジェも全然、もう去年すごい、僕らよりすごいツアーしてる、すごいな、ライブハウスですごい。俺何回かね、あの一昨年かな、そのぐらいちょっと忘れてたけど、滝川さんと遊んだことあるんですよ。あの遊ぶって何ですか。あの後遊ぶって何。いやなんか飲むとこに参加する、参加するって、わー、うん、言ったので、サイドも誘おうかなと思って海外に行った人。あー、はい、うん、怖くない、怖くない。いや僕は滝川さんはなんかわかる、通じ合える気がする、全然。あ、もう結構何回遊んでるけど、うん、うん、なんか、うん、なんかわかんないけど、え、デランジェ先輩なんか怖いイメージあんじゃん。いや、あるね、あるよね。まあなんかもっと下の人たちはもっと怖いだろうね、デランジェ先輩は。ああ、うん、そうだろうね。だけどそれ言ったら昔の人たちはみんな怖かったじゃないですか。怖かった、うん、僕らもそう思われてるかもしれないし、そのもっと上の世代の人たちはもっと、わあめっちゃ怖い、呼ばれちゃったとかさ、清原先輩怖い、いやハイド先輩怖い、帰れないとかさ、怖いね。でもデランジェ先輩はやっぱそっくり先輩だけど、その年変わんないんだよね。まあそんな変わんない、年変わんないの全然。それこそそんなモーリーさんとかもそんな変わんないじゃん。モーリーさんちょっと上ちょっと上だよ。ヨシキさんぐらいじゃない、ヨシキさん、モリさんって。ヨシキさんだってちょっと上だよ、ちょっとだけ、うん、いやモリさんぐらいじゃない多分、うん、そっか。その辺の世代の人も本当にね、我々もそうかもしれないけど本当に、ね、年齢わかんないよね。
年齢がもう、そう、案外年上の感じするけど、うん、案外変わんないんだよね、うん、だから僕らデビューが遅かったんだよな結局。まあちょっとね、うん、25で5とかでしょ。え、そうだっけ。24、5、うん、僕らはね。だから先輩たちは、まあ、やっと20歳とかデビューしてるじゃん。それが違うんだね。でも年が近いけど、まあ、先輩になっちゃうっていう、なっちゃうんですよね。ドランデの哲さんとか一緒だよねえ、サイバーさんが1個上でしょ。でもめっちゃ先輩だと思って、うん、それはさ、デビューが早いから。そう、うん、めっちゃ敬語やもんな。でも先輩ですよねって言うと、やめろよみたいな言われるけど、今さら帰られへんわな、うん、でも滝川さんは1個上だから一応先輩、うん、そう、うん、めっちゃ体育会系。けど俺は一生あのハイド君が、話戻るけど、デランジェがハイド君の演奏だけはデランジェ本人だったってと忘れない。ずるいね。で死にますけどね俺は。死ぬんかい。いや最終的にあれは、いやまあずるいね。100個人生でもし悔いがあるとしたら1個に入れますね、それは。でもみんなさ、コメントがさ、そのなんか本当になんか眠いんじゃないの。まあ、やばい、自由が丘ってなっちゃってる。俺言っちゃったから、自由が丘ってなっちゃってる。自由が丘、俺自由が丘って行く。その時はなんか俺家族でいたのよで、なんか欲しくて家電が、で、たらカズさんいた。マジで。でもそれ言っちゃいけなかったかもしれない、ごめんね。いや、いや、大したことない、ごめんね、ごめんね。え、俺も自由が丘行きたいな。え、行きたいなんて、別に昔よく行ってたよ。昔よく行ってたよ。あ、そう。でもハイドもやっぱ生活感ないから。本当？ないよ、また俺ら全然ないよ。俺はもう生活感超ある。いや、ないよ全然。むちゃくちゃありますよ。俺結構街で目撃される率高いです、うん、いや、ハイドくんあんまり目撃されない。コンビニ行く？行くよ。行くでしょ。行かないでしょ。いや、俺行くけど。いや、嘘でしょ。貸し切りでしょ、コンビニ。ハイドコンビニみたいな。この後でもカップ焼きそば買って。嘘、やめて、夢が壊れちゃう。カップ焼きそば買って食べちゃった。いや、それもう送ってくるんじゃない、言えば。ハイド君だって間に合わないじゃん、食べたい時。ペヤングとか、ペヤング、ね、ペヤング H かなんか作ってもらってね。ペヤングハイド、うん、なんかやっぱりコンビニ自分で買ったのそれ。うん、嘘でしょ。だからマネージャーとか買いに行くでしょ自分で買った。自分で。普段は呼び出せないのマネージャーは。ちょっと買ってきてとか。でもさ、いざその店に行ったら、うん、結局自分で選ぶじゃん。一緒にマネージャーと降りる感じ。あ、そのタイミングはなかないけど、結局なんかもう自分で買っちゃった方が早いみたいな。そうそうそうか。カゴ持っていくよ、こうやって。みんなこれ、いや、もううちのマネージャーなんか追われたそうな雰囲気が。あ、もうなんかなんか追われ、いや、俺たちは全然やれるんですけど、なんかやっぱり俺はいいけど、俺はいいけどハイドはなっていうところでしょうかね、うん、俺はいいけど気があるかなっていう俺はいいけどね。はい、なんかやっぱ誰もなんか具体的な文章を送ってくれないから、どうしてなのか分かんないわけだと思うんですよ。まあ眠いんじゃない。あ、切られちゃった。眠いからかい、うん、ねえ。なんか俺ほんとこれからあれ、バンプローズの人からね、言われます。まあ呼ばれないでしょうね。ひどいね。うん、大体そういうなんかさ、業界の人ってそうじゃん。そうそう、俺信じてないもん全く。次も、そう、次もお願いしますみたいなこと言いながら、何年なんだよって、何年経つんだよ、うん、歌って。いやもう、そう、もうネオユニバースだよネオユニバースネオユニバースだよなんでやねん。はい、そんな感じ。じゃあ終わります。終わっていいのかな。いや、いいと思うよ。もうみんなスタッフ、うんってうなずいてるんで、もう嫌がって、嫌がって、ごめんね、終わりますね、うん、いや、これでしばらくまだハイドくんでもね、2年ぐらい会えないかもしれないですけど、うん、じゃあねー、 See ya soon。